こんにちは。ゆっくり相談所、所長の霊夢です。今日も相談を受け付けていきます。まず最初の相談は、進撃の巨人の最終回に向けて質問します。今エレンはどのような状態なのでしょうか？ネットで調べてみたのですがよくわかりませんでした。では、相談員の皆様にお答えいただきましょう。地ならしをしようとしたエレンはミカサに撃たれて死んだと思います。かといって、それでこれまで死んだ人類の大半、いや、巨人化した皆が救われることもないと思います。パラディ島のエルディア人を守るために人類滅亡を目論み、それを食い止めようとする面々が対峙し、ミカサがエレンを撃ちました。エレンは進撃の巨人になりました。人類滅亡が目的です。おそらく死にました。相談員の皆様、回答ありがとうございました。相談者さん、ま、そういうこっちゃ。ガンバ、終わりです。ご視聴ありがとうございました。